気なんやけどさ、虫が将来結婚するときのね、うん、結婚式のプランをちょっと考えてきたんや。あ、そんなしてくれてんな。ちなみにどんなん聞かせてよ。まず最初はな、新郎新婦入場。まあそうやね、当たり前は最初みんなに言われてね、入ってくるわけね。で次に、新郎新婦以外入場。あ、誰もおらんかったの珍しいよ、その板付きって。あ、そう、新郎新婦板付き、何それ、はずいな、ちょっと。で次に、新郎新婦退場。もう帰んの、まだ祝われてないよ。あ、そう、まず祝ってくれんとな。ほんで次に、新郎新婦入場。あ、そっからにしようか、じゃあな、まあ最初のもう抜くわ。そっから行くわ、最初いらんかったよ、多分。で次に、新郎新婦以外退場。また帰んの一回、それとりあえず祝うことはないのかな、ちょっと入退場多いよ。あ、そう、で次に、新郎新婦退場。もう誰もおらへん、ほら会場が。なんでその無にすんの一回。ほんでな、ここでちょっとあのしばらく歓談してもらおうと思ってんの。誰が誰が誰と歓談する、誰もおれへん今。あ、そう、幽霊か、怖いよ。で次に、新郎新婦以外入場。また入ってくんの。そうそうそう、おじいちゃんおばあちゃんとかおんねんよ。あ、そう、しんどいよ、やめたってよ、そんな。で次に、新郎新婦に似てる人入場。ややこしいやん、おじいちゃんおばあちゃんは。ん、寺脇かなってなる。ええの、それ。そう、やめてよ、ちょっとかわいそうやで、それ。ほんで次に、新郎新婦以外退場。またかけさすの、ほんなら今似てる人しかおらん状態で大丈夫それは。で次に、あの新郎新婦以外に似てる人入場。え、似てる人だらけだってね、もう。え、何このモノマネ紅白歌合戦の変な状態、やめて、そんな状態。ほんで次に、新郎新婦入場。ご本人登場みたいな、恥ずかしいって、笑われるって俺絶対言われへんよ、そんな。ほんでここで、あの新郎新婦によるケーキ入刀。もう今やることじゃないよ、多分。誰も知ってる人おらんのに。あ、そう、なんで知らん人ずっと言われなかったの。ほんで次に、あの新婦から新婦の父に似てる人へ感謝の手紙。ないやろな、もう感謝の言葉。そう、はじめましてぐらいしかないんだ。まあ、この感じでいこうと思ってるけど、どうかな。いや、絶対感謝もういいです。どうもありがとうございました。